名前はハイパーコアの久志です。ハイパーコアっていう普段洋服のブランドやってて、そこのデザイナーやってます。絵はね、もう結構子供の頃から好きでずっと描いてたんですけど、大体パソコンで描いてるんですよね普段。で、今回みたいにこういった筆使ったりペンキとかで描くっていうのは本当にたまにしかないんで、やっとちょっと今慣れてきた感じですね。ここまで描き終わってから。今日これを今ライブペインティングみたいな形で描いてるんですね。これ2日間かけて描いてますね。で、あと今日の夕方ぐらいにあと 2,3 時間ぐらいで出来上がる予定です。このクレープモコっていうお店があって、ここに落書きされちゃってたんですよね。で、なんかじゃあ落書き汚いから俺が絵描いちゃうよって言ってこれ始めました。クレープガール、クレープの上に女の子が乗ってるっていう。で、最後にここに吹き出しで「Eat Me」っていう言葉が入って完成になりますね。で、結構この通りが意外と黒いお店とかね、茶色とか結構トーンの色が低いお店が多いんで、ちょっと派手なもの1個ぐらいあったらいいかなと思って、結構ポップな色で描きましたね。なので、こういう書いていいよっていう場所で堂々と書けるっていうのはすげえありがたいですね。結構そういうのって本当はやっちゃいけないことじゃないですか。結構原宿ってこういうキャラクターとかイラストとか、まあ秋葉原だったり、日本最近東京っていうのは全体にもこういうのすごく増えてるんで、もっともっとね、絵っていうものを注目してもらえたらいいなって思いますね。うめえ